クリップ、ウォルター・クレインが、ライオンとユニコーン、1915年より、前の作。ライオンとユニコーンは、イギリスを中心とした、英語圏の同様である、マザー・グースの一辺、及びルイス・キャロル著・著鏡の国のアリスに登場するキャラクターである。ライオンは、イングランド王家の紋章を、ユニコーンは、スコットランド王家の紋章をそれぞれ表し、1603年。 エリザベス1世の死後、スコットランド王ジェームズ6世がイングランド王位を継承したことによる両国の統合に至るまでの対立を歌ったものと言われている。ただし、ライオンがユニコーンをやっつけて街のあちこち追いかけ回すという歌詞からは、むしろ統合後のイングランドによるスコットランドの征服やスコットランドの反乱とその制圧を表しているとも読み取れる。 ザライオンザユニコーンザライオンザユニコーンワーファイティングフォーザクラウンザライオンビートザユニコーンオールアバウトザタウンサムゲーブゼムホワイトブレッドアンドサムゲーブゼムブラウンサムゲーブゼムプラムケークアンドセントゼムアウトオブタウンライオンとユニコーンライオンとユニコーン王冠か,かけて戦ったライオンがユニコーンをやっつけて街のあちこち追いかけ回す白パンあげて黒パンあげて プラムケーキもあげてからどちらも街から追い出した、鏡の国のアリス原作版書集の、ライオンとユニコーンの差し絵、ジョン・テニエルが、鏡の国のアリス観光地における、グレートブリテン王国の国章、ありがとうございます。